演舞開演。お昼ご飯はこちらのカニ汁とハンバーガーをいただきたいと思います。ではいただきます。いただきます。続きましてはこちらカニカニバーガーを食べてみたいと思います。なんとここでしか食べられないんですね。ちょっとパンでかすぎ、パンでかすぎ。ではいただきます。めくくりは梨ジュースです。飲んでみます。最初のカニ鍋はカニの旨味がしっかりお鍋のお出汁に溶けていてとっても美味しかったです。カニも堪能できましたね。カニカニバーガーはカニがちょっと調味料に負けてしまっている気がしたのは残念でしたね。もうちょっとカニを生かしてほしかった、そんな思いがあります。梨ジュースはさっぱりとした酸味が口の中にふわっと広がって最後に爽やかな気持ちにさせてくれてとっても美味しかったです。ここでしか食べられないこの料理本当に美味しかったですね。いつから旅行は来ない。というわけでこちらのデザートをいただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげてください。ええですね。ついでにこちらの梨ソフトも食べたいと思います。こちらいい緑色ですね、やっぱり。ではいただきます。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。